明星院は埼玉県桶川市倉田にある新言州地山派の寺院である。本尊は国蔵菩薩。新言州、関東十一団林の一つ。明星の井戸があり、明星院の名前はこの井戸に由来する。天女が明け方の雲の中に立ち、手から伸びた一本の糸を垂らし、それが井戸まで続いているのを村人が見たという伝説がある。 井戸から明星が飛び出したという言い伝えもある。室町時代の初めに、竜村によって開かれ、ご大三教を願いでと称される。倉田村を寺領としていた。戦国時代から江戸時代に活躍した大田氏、北条氏、徳川氏に関する古文書が残されている。1591年には徳川家康より、主因地十国を寄進された。また、 稲中寺が小室に陣屋を置くためにその地にあった無料寺や解剖を病状院に移転させ、付近の多山頂部を寺領として与えるとある。本堂の裏には高さ約31メートル、推定樹齢600年の大きな茅屋の木があり、倉田の岡屋と呼ばれている。現在は埼玉県指定の天然記念物になっていて、龍村が修行中に差し木したものであると寺では伝えられている。 ありがとうございます。